佐久間新そば祭り。1月22日日曜日、天竜区佐久間町の佐久間地域自治センター駐車場と佐久間歴史と民話の里会館において佐久間新そば祭りが開催されました。今年で14回目を迎えた佐久間新そば祭り。会場内では佐久間町をはじめ県内外のそばの味が楽しめるそばの味比べ広場、そば打ちの実演、来場者が参加できるそば打ち体験、地場産品の物産展など多種多彩なそばに関する催しが行われ、会場内は美味しそうなそばの香りに包まれました。和太鼓の小気味のいい演奏で幕を開けた開会式では、関係者の皆さんが挨拶をしました。北園の風物詩でありましたけども、浜松市政100周年の記念の年ということでございました。そばの味比べ広場では、天竜区佐久間町で休耕地を借り上げてそばを栽培する野田やまびこ会や NPO 法人がんばらまいか佐久間などの地元団体のほか、福島県磐梯町や愛知県常滑市など市内外から8つの団体が参加し、各地域自慢のそば料理や食材を味わうことができました。おいしいそばを求めて各地から集まった来場者は、さまざまなそばの味と香りを堪能し舌鼓を打ちました。自然に恵まれ、そばはもちろん山菜や川魚、お茶などでも有名な佐久間町、物産展では山の幸、川の幸に加え五平餅、そばすいとん、そば打ち道具なども露店に並びました。佐久間歴史と民話の里会館では、観光庁の観光カリスマ100選にも選ばれている福島県会津若松市の唐橋名人によるそば打ち実演が行われ、多くの来場者が熱心に名人の話に耳を傾け実演に見入っていました。同じく佐久間歴史と民話の里会館1階ロビーではそば打ち体験も開催。家族連れや幅広い年齢層の合計60人がそば打ちにチャレンジし、準備されたそば粉と水を講師の指導によってこね、伸ばし、切って真剣な表情で新そばを完成させていました。北園地域の冬の風物詩として定着した佐久間新そば祭り。一年で一番寒いと言われる大寒の翌日でしたが、当日は例年よりも暖かい一日となり、会場はそばの湯気と香り、そして来場者の笑顔に包まれました。